秒プレープレー30秒頑張って。どうもさ、どういけ、あどうはい、お願いします。はい、結構ね、もうちょっとやつか、はい、そうですね、胸張って、そうです、お願いします。で、腰を置いて、はい、はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。じゃあ、動きいていただいて、いいですよ、せーの、あ、いいですね。もう一回、もう一回やってみましょう。いきます、せーの、がスピーディーにやれてるかっていうのは、あの人が評価するものなので、僕やその高野さんや他の事務局員や、他の理事がまた同じチームでプレーすることに2人はなったんですけど、連絡取り合ったのっていつとか、あれこう陽太が復帰するっていうのが分かってから、いや、その普通に陽太がレンタルで出ている時から、うん、ずっと連絡取ってました、ね、あ、そうなんだ、はい、なるほどね。でもう帰ってくるってなったらすぐ知ってたってこと、はい、なるほど。こう帰るにあたって相談とかしたの、戻るにあたってか、したっていうか普段、まあ、そう、普段のやり取りで、まあ大体予感してどうなのみたいな、あ、探ってたのね、探ってたって、まあ興味あったんで聞いたりしてたから、うん、まあ、大体のことは知ってましたね。その後にこう復帰するってなってから実際会って最初に話したこととか印象とか覚えてないのなんか、まだ坂本の件でしょ坂本だったんだよな、坂本の件なんだけど、何て話したの、あ、お昼を食べてた、そうそう、うん、ご飯食べ行って、うん、まあその時多分あの移籍してくるメンバーとかもまだ発表されてない時だったから、ああなるほどね、どんな噂あるとか、うん、っていう感じだったよね、確かね、うん、でシーズン終わってない時、終わってから、いや終わってからですか、あ、そうで、俺が帰ってきて、うん、の時ですね。料理作ったりとかして過ごしてました。うん、本当。料理すごいやるね。まあそうですね。好きなんで。ちょっと何作るの？大体鶏胸肉とブロッコリー。料理じゃないよ。料理じゃないよ。それ食べれば完結するんで。僕のカレーは。料理でも料理じゃないよ。料理なの？調料理ですね。たつき？いや僕は、まあ、年内いっぱいは休んで、うん、年明け3日ぐらいからちょっとずつ動いてみたいな、うん、全然外も行けないんで、やっぱりそうだよ、ね、もうずっとそんな感じです。ゆっくりオフだけどオフじゃなかったもんね、なんかそうですね。3人は普段連絡取り合ったりはする？普段、いや僕は、同じチームになるまで僕は全然あれですもん、先輩なんで、あれですけど、うん、まあ、岩竹とは、まあ、SNS とかにつながってるんで、うん、まあ、大学からも結構仲良かったし、うん、っていう勝手に持ってるかもしれない、大体だけまあ、そうっす、結構なんかそのこっちからも、岩竹からもなんか絡んできたりするんでっていう感じで、なんかそんな感じで、ね、連絡は取ってましたね。ああ、そうか。なんかこう、改めてプロで3人が同じチームでプレーするって想像できたの？してた？いや、してなかった。それはしてなかったね、さすがに。うん、こう大学時代のお互いの印象とか。お互いの印象は、サッカーとか
も含めて、ね、そういやもう岩竹に関してはもう対人が強すぎて、はい、いやもう抜けなかったっす誰も、はい、基本的に誰も抜けなかったっす言い方がなんか言い方そうですよねマジっすか本当にいや言ったらもうそれこそ同じ部屋だったんで あそうなんだ、はい、そうなんですよ何人部屋8人部屋です8人すごいね僕らが朝やってましたおっさん8人部屋4年の時同じですか違う、え違う4年はあ、4年は違う、3年だ3年でしょそう、3年の時一緒だったんでそうですねまあそれこそ私生活でもいろんないや、3年じゃないですよ2年でそうですね3年は俺に行ったわけで2年2年か、そうですね